受け取ってくれよな。これ言っとくか。ほら、やった。面倒くせえ。けど本気だぜ。はいはいはいっと。さっさと終わらせるか。これで消えてくれよな。やるときはやるぜ。な。なんだそりゃ。あぶねえ。 敵将討ち取ったぜ俺が真の三国武装ださーてどうすっかなこのままじゃ全滅は必死とふぅやっと帰れるぜアは <laughs> ダメだったかギここでそう来るかよこりゃ参った ふう一体何がしたいんだ相手するのもめんどくせえさーて退却退却っとボングは俺だまあここは俺らのもんだな戦には勢いがつきものってなここで踏ん張っとけばどうにかなる 守り抜けちっ目立ちすぎだ見逃せなくなっちまった気の早いやつもいるもんだ仕方ない多少は助けてやるかいい場所に連れてってやるよ進軍開始してもいいよなあなたこそ真の三国武装です いやはや惚れ惚れしますいやー助かりますこのままどうぞご活躍くださいお前こそ真の三国武装だその調子その調子いやーお前は頼りになるありがとな父上が真の三国武装みたいですよ 父上、よくまあお元気でいつも厳しいのにお助けくださるとはいやさすが父上です兄上こそ真の三国無双ですね兄上には好きというものがありませんね兄上冷たい目で見ないでくださいこれでも一生懸命なんですよ 元気が真の三国無双ね尻にしかれいや何でもないって元気お前強いよなげっ来ちまったかいやありがとな元気果樹が真の三国無双かよってかもう俺を担ぐ必要ないだろう カジューお前が味方でよかったよなあカジューこれには深い訳がないから助けてくれ母上が真の三国無双みたいですよ母上いやお強い父上を尻に敷くだけのことはありますで母上ああこれはその 助けてくれますしばしじってんだま忘れてくれて構わないぜああ一人で何がしたいんだ消えるならいだぜ降参降参とじゃまたなま俺の器はこんなものか。 適当にやるかちッ面倒なことになったぜここは守っとかないとな <laughs> 面倒。あどいえお呼びいただき光栄です俺に護衛を頼むなんて物好きだよな倒れられると面倒あいえ心配ですこちらをどうぞ はい、これま無理すんなよなあーすみませんちょっとばかりお願いしたいことがちょっとそこの人ああその人助けは好きかいいやー助かりましたありがとうございます助かったレイは俺の体でハはハハ冗談だ ここは通さないことになってんの力ずくでってんなら話は別だけどなもちろんさくぐらいあるさめんどくせえけどそっちの本気見せてみなよまこっちが見せるかはまた別だけどな「しばし城山上。でいいか 俺意外と強いのよ自分の器を知るなら戦に出るのが一番だ何せ真剣勝負だしいやーお強い俺もついて行っていいですかねお前は他の奴と器が違うこれは戦うより仲間になった方が楽かもなあれ 父上じゃないですか。ま、こういうこともありますよね。ああ、兄上。勝っても負けても怒る気でしょいいよ元気。で、とうとう俺を見限ったのかよう、竜光氏。似た者同士、本気でやり合ってみるかよう、果樹。 ちょっとは手加減してくれよなげ、母上お説教はまた今度にしてくれませんよねやっぱり父上にはかないませんって出直してきます本気出したはずなんですけどねじゃあ兄上小言はまた今度ってことで高三高三、元気 お仕置きはまた今度な竜光寺、やっぱり優れてるじゃないかそのうち酒でも組み交わしたいよ果樹お前本気出しただろほんと厳しいのな母上ほんと勘弁してくださいよこれしつけの域を超えてますって いい武器を手に入れるのは大変ですけど苦労した分の価値はあると思いますよどんな武器でもなれりゃどうにかなる難しく考えなくてもいいんだぜ勉強は嫌いじゃないですよただじっと座ってるのが苦手なだけです知識は学ばなきゃ身につかない天才って言われてるやつらも 勉強はしてるぜ他じゃ手に入らないものばっかりですお時間があれば見てってくださいよいいものを手に入れるには金がいるせちがらい現実だぜ面倒なことは人に押し付けましょうあ俺は勘弁してくださいねどうあがいても自分の身は一つ 誰かの手を借りるのは立派な手段だぜここの肉まんおいしいですよなんせふかしたてのホッカほカかかですから腹減ったなこの肉まんをふかす匂いたまんないぜ <laughs> はっよっトラおはよ あ,あめんどくさい少々不揃いでもいいですよね美味しいのが一番そう思いませんか味と見てくれが比例するとは限らない変な形のやつがうまかったりするんだぜ動物の世話は休みなしですまあ生きてるんですから当たり前ですが。 自分の世話で手一杯なのに、動物まで。あー、めんどくさい。どちらへお出かけでよかったらお供しますよ。おー、どこ行くんだよかったら付き合うぜ。これ拾ったんですけど、いりますまあまあ、遠慮なさらずに。 これ、広いもんで悪いけど、受け取ってくれよな。人には、向き不向きがあります。そこを見誤ると、面倒なことになりますよ。真面目にやろうとしても、ダメなんです。なんででしょうかね適当にやるのも大変なんだぜ。真面目な連中の恨みを買うしな。 俺は全力で怠けてる。ただのめんどくさがりとはひと味違うぜここってこんなに賑やかでしたっけま景気が良くって何よりですここの人たちってみんな真面目ですよね俺の肩身が狭いったら。 ここ、ずいぶん賑やかになったよな。俺一人が怠けたところで大丈夫だろこんだけ人がいるんだ。俺一人昼寝してても問題ないな。こんなとこに呼び出して悪かったな。お前にしかできないことを頼みたいんだ。俺を追いかけてる奴が来たら言ってくれ。俺はあっちに行ったってな。 こなはありがとなおかげで追っ手を負けて助かったぜなあお前だけは分かってくれるよな真面目に生きるだけが人生じゃないってこないだはお前のおかげで助かったぜ最近は昼寝するのも一苦労だそうだ お前の部屋に行かせてくれよ。そしたら誰も追いかけてこないだろえおう親友ケ気はどうだんん調子に乗るなわ <laughs> かってるってお前と俺ちょうどいい関係だよなこれからもこのままでいてくれよ 最近昼寝しなくても大丈夫なんだぜ夜ぐっすりだからだなそうに違いないだから今日も行ってもいいだろうまあ、断られても勝手に潜り込むけどなあなたは多くの人を幸せにしたちゃんと責任を全うしましたね やったな。ここまでよく頑張ったよお前みたいなやつが新しい時代を作るんだな師匠今回は余人には任せられない俺に全権を委ねてくれお前はやりすぎるけどここは適任かもなやりすぎるぐらいがちょうどいいのだ しよ今夜の宴盛大に盛り上げようぜ